今日は8月6日です。千日紅というお花を描きます。まず千日紅のお花から描いていきましょう。千日紅のお花のデッサンができました。次に千日紅の葉っぱをデッサンしましょう。今日は黒いポットに入っていますので、黒いポットもデッサンしましょう。千日紅のデッサンができました。千日紅のお花は赤紫ですね。千日紅を彩色します。赤と紫で千日紅の、もうちょっとこれはあれですね、濃いですね、濃い紫を彩色しましょう。千日紅の赤紫の色を彩色しました。次に緑の葉っぱを彩色します。今日は黒いポットも描いてみましょう。これはちょっとね、黒い色、これも違いますね。黒、これは紫ですね。黒ですね。黒のポットを彩色します。隙間がありますので、ここは白ろくという絵の具で、少し埋めておきましょう。これで千日紅の絵が仕上がりました。